カ原ラ美の出演自体で話題の千鳥の鬼連ちゃんが富士唯一の希望の訳。未曽有の暗黒視聴率の中、いって急にも前線のタレント再生工場。歌手のカ原ラ美49がバラエティ番組千鳥の鬼連ちゃんフジテレビ系からの卒業を宣言し、物議を醸した。11月17日、 カハラは自身の X、ツイッターを更新し綴った。鬼レンチャンに出演することは本日限りでもうやめました。私は歌手、カハラともみとして前向きに頑張っていきたいと思っていまして、ずっとずっと悩んできてました。鬼レンチャンのプロデューサーの方に、ハソノ様に報告させていただきました。私は芸人でもなくお笑いでもなく歌手、 カハラともみとして頑張りたいです。ファンの皆様、そんなカハラともみを多いです。よろしくお願いします。カハラはたびたび、鬼レンちゃんに参戦。カラオケで指定曲を歌い、10曲連続で1両も外さないことに成功すれば100万円がゲットできる。サビだけカラオケに挑戦し、番組を盛り上げてきた。 そのカハラさんが、鬼レンチャン、卒業を宣言し、改めて番組自体にも注目が集まっていますよね。制作会社関係者。11月26日、<ら>鬼レンチャンの3時間 SP が放送された。音楽大学卒業勝つ劇団式の音楽エリートである A へ。グループの佐野正也、21はデビューへの意気込みもにじませ、気合十分で臨み。 アイドル初の鬼連ちチャンを達成。リアルすぎるタモリ、78のモノマネでブレイク中のモノマネ芸人所に志村50も初挑戦をしたほか、福和術師の一国道60は口、をな,なおかつモノマネで歌うという、福和術かけるモノマネの神技を披露。スタジオの千鳥大四十三は、本物の芸を見ました。かまいたち浜井四十は、 一曲ぐらいこう動かして歌ってもいいと感動しきりだった。前室の制作会社関係者が続ける。何かと話題性抜群の鬼レンちゃんですが、カハラさんが言うよ者うは、スタジオの千鳥とかまいたちにいじられまくるんです。それがとにかく面白くて、番組の最大の売りでもあるのですが、歌手ではなく芸人レベルでいじられてしまうということで、カハラさんは、 鬼レンゃんからの卒業を決めたのではないでしょうか。カハラさんに限らず、本当に嫌がっている出演者も結構いるそうですよ。7月22日と23日に放送され、千鳥、かまいたち、ダイアンが MC を務めた FNS27 時間テレビ、富士テレビ系でも、鬼レンゃんン歌謡祭はメイン企画の一つに採用されていた。鬼レンゃんは、 今や富士テレビを代表するバラエティ番組なんです。富士はドラマもバラエティも視聴率が深刻低迷。13から49歳のコア視聴率も振るっていませんし、テレビ関係者の間では富士はもう死んでいるとまで言われるほど。そんな中にあって唯一レベルで奮闘しているのが鬼連ちゃんで。 コア視聴率でトップをひた走る日本テレビとも渡り合えているんです。11月26日の鬼レンちゃんのコア視聴率は5.3%。すべてビデオリサーチ調べ、関東地区で同時間帯トップでしたからね、全道同日、日本テレビでは誰も知らないアカシアさんま第9弾。 が19時から3時間にわたって放送され、コア視聴率は3.8%。TBS では、バナナマンのせっかくグルメ。の2時間 SP が19時から放送され、コア4.7%。21時からドラマ、下国上級人が放送され、コア3.5%だったという。鬼レンちゃんは、王者 TBS の人気番組、せっかくグルメ。 と日曜劇場ドラマも打倒しているんです。一週間の全曲、全番組のうち最も高いコア視聴率を取る、世界の果てまで1.9。日本テレビ系とも張り合えるほどで、11月19日の1.9。は7.6%、鬼レンちゃんは5.0%と迫っています。加えて、 27時間テレビでも MC 以上の活躍を見せたほい58のように、鬼レンゃんからブレイクを果たす人も多いですよね。どうモノマネ、芸人 MR。シャチホコ、30は、鬼レンチャンで歌手、木山優作、55のホームを披露。その後、木山も同番組に出演して二人で、ホームを歌唱したところ多くの評判を呼び、 4月には、キヤマのレコード会社から、キヤマとキヤマ、夢のディナーショーをリリースしたほど。と同じように、カハラさんも、鬼レンちゃんに出演したことで再ブレイクしましたし、まさにタレント再生工場でもある。ダイアンのユウスケさん46は、同番組でナレーションを担当。津田敦弘さん47もよく、鬼レンちゃんに出演していじられている。 ダイアンのブレイクも、鬼レンゃんがきっかけと言ってもいいぐらいです。確かに、カハラさんの言う通り、千鳥とかえたちのいじりが強烈すぎて物議を噛むこともありますが、楽曲のリリースなどのムーブメントも起こしている。ホイさんなんて、鬼レンゃんのおかげで今、日本中から営業で超引っ張りだこ。ホイバブルが起きていて、 営業先では T シャツなどホイグッズも売れまくり。11月3日、神奈川県の八景島シーパラダイスで行われたイルカショーとのコラボイベントでは、ショーの合間に自ら物販会場に出向き、グッズを売りまくっていましたよ。ホイさんと写真を撮れるということで、長蛇の列になっていましたね。千鳥、かまいたち、 ダイアンが MC を務めた27時間テレビも話題を呼びましたし、数字も良かった。多くの番組が絶望的な視聴率であえいでいる富士にあって、唯一他局と戦えている番組という高い評価になっていますよ。前室の制作会社関係者。鬼レンちゃんは、低迷を極める富士テレビを救う起爆剤となるのだろうか